ば、ママの顔さえも見れなかった。ポケットのコインを集めて、一つずつ夢を数えたね。ほら、あれは二人の隠れ家、秘密のメモリー。あー、どこで壊れたのね。うつむく日は見つめ合って指を繋いだらおね。時が止まる気がした。悲しくて口ずさんだのに、今時は流れてセピアに染まるメロディー。ああ、二度と戻れないよね。他人よりも遠く見ありがとうございます。皆さんこんにちは、河野かほです。よろしくお願いします。今日はすごい、ありがとうございます。大好き屋でありがとうございます。すごいね、みんな工夫してライブを見ていただいてありがとうございます。今日はね、2回目、河野かほとしては2回目の椎葉誠さんでのライブをさせていただいております。でまた2回目こうして、今日はね、海の前で、すごいキラキラした海の前で歌えていることがすごく嬉しく思います。で、そう、椎葉誠さん の、 タイカレー、タイカレーっていう商品があるんですけども、今アイノワの物販の方に販売しておりますが、そのタイカレーがいつもは600円で販売しているんですけども、そう、3分の1、200円で今日は期間限定で、おー、3分の 1? 半額以下というね、お得なお値段になっております。ぜひ今日の夜ご飯とか、まあ、お昼はちょっといるから無理だけど、夜ご飯とか明日の
ご飯とかにぜひ食べていただいたらと思います。すごいね、パッケージも貝がドデーンって絵が描いてて、すごいインパクトのあるパッケージだし、貝のみ、貝のみぎっしりって書いてて、どこまでぎっしりなんやろってちょっと私も気になっているところです。ぜひ皆さん貝カレー食べてみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ続いては、久しぶりに歌うんですけど、ぜひ、盛り上がってください。聴いてください。明日も暑くないですか？私は暑いです。
私は暑いです。今汗がちょうど垂れてきたところです。はい、多分私が一番汗かきなんじゃないかなっていうぐらい多分今日は汗をかくと思います。ですけど皆さん多分ずっとね、2時からライブでまた撮影会とかもあるんですけども、ずっと日向に当たってると思うので、塩の飴舐めたりとか、スポーツドリンク飲んだりとか、本当に倒れないようにだけはしてください。それだけはちょっと心配なのでよろしくお願いします。そしてここで告知をさせていただきたいと思います。私9月6日誕生日なんですけども、9月6日もうすぐということで、私の生誕祭を9月6日にさせていただくことになりました。ありがとうございます。1年って早いんですねと思いながら、初めての生誕祭なのでちょっと今からワクワクしております。ぜひ時間のある方は私の生誕祭に来てくださったら嬉しいです。そしてその日リトマスさんの2周年ライブも私の生誕祭と一緒にするので、リトマスさんのお祝いと私の生誕祭よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いての曲、私のオリジナルソングとなっております、マイネームという曲です。聴いてください。今日も澄んだ空気がこの街を包む、午前8時君といつもの場所で会う、触れられそうなくらい近いのに、この1ミリの距離さえ遠くて、君はきっと私に気づいていないから。 You don't know my name, baby. You don't know my name. 本当は伝えたいのに好きと素直になれず。 You don't know my name.昨日よりケーキがもっと好きだ Cause of you。 イメテンしたその髪型に合っているね、触れられそうなくらい近いのに、この1ミリの距離さえ遠くて、君はきっと私に気づいていないから。 You don't know my name, baby. You don't know my name. 本当は伝えたいのに好きと素直になれず。 You don't know my name, baby. You don't know my name. もし君も私と夢で出会えるでしょうか。君のことが知りたくてね、教えて。君は何を思うの。君はきっと私に気づいていないから。マイネームで一番汗かきました。はい。ということで今歌ったマイネームという曲は、CD でも販売させていただいております。ごめんなさい、汗がすごいんですけど、泣いたみたいな感じぐらい濡れてるんですけども、はい。ぜひ収めていただいたらと思います。で、そう、次リトマスさんのライブを、こんにちは、河野かほです。よろしくお願いします。愛媛県で活動しております、お願いします。ということでリトマスさんのライブが次あるんですけども、リトマスさんのライブの後
海をバックに撮影会をしたいと思いますので、ぜひこんな機会はなかなかないと思うので、皆さんあのカメラ持ってる方多いので撮っていただいたらと思います。それまでに汗もちゃんと拭いておくので撮り収めてくれたらと思います。それでは続いてはもっともっと熱くなると思います、リトマスさんのライブです。ぜひ皆さん最後まで楽しんでください。以上、コウノカホでした。ありがとうございます。